バート・ハワードはアメリカ合衆国の作曲家で有名なジャズのスタンダード曲 Fly Me to the Moon の作者。この曲の現代は In ワザ・ワーズ w a であったが多くの人々が歌い出しの歌詞でこの曲に言及するようになっていたため音楽出版社が曲名を Fly Me to the Moon に変えた。この曲はフランク・シナトラ、トニー・ベネット、エラ・フィッツ・ジェラルド、ナンシー・ウィルソン、デラリース、 ボビー・ウーマック、ダイアナ・クラール、ジューン・クリスティ、アストラット・ジルベルトをはじめ、多数の歌手たちによって取り上げられてきた。また、世界中のジャズやポピュラー音楽のミュージシャンたちによって、頻繁に演奏されている。ハワードは、アイオワ州バーリントンに生まれた。16歳の時から伴奏者として、仕事をはじめ、メーベル・マーサー、ジョニー・マティス、アーサー・キットなどの伴奏をした。 Fly Me To The Moon は作曲者ハワードがピアノ伴奏者として1951年から働いていたマンハッタンのクラブブルーエンジェルで1954年にフェリシア・サンダースが歌ったのが初演であった。同年には K バラードによりデッカレコードにて初めて録音されている。その数年後にペギー・リーがエド・サリバン賞に出演した際に歌って 広く知られるようになった。バート・ハワードは、その後は終生。この曲とは関わらずに過ごした。ハワードは、この L 曲だけではなく、レッド・メラブ・ユー、オン・ザ・ファースト・ワーム・デー、ワン・ラブ・アフェア、b e マイ w a l l ザ・マン・イン・ザ・ルッキング・グラス、マイ・ラブ・イズ、A、er ・ワンダラー、フー・オンツ・ツー・ホール・イン・ラブ、ドント・ドリーム・オブ・エニバディ・バット・メなど。合わせて四十九曲の作者としてクレジットされている。 ハワードはニューヨーク州カーメルにおいて88歳で没した。後にはアイオワ州バーリントン在住の妹、ドロシーリンドと58年間連れ添った伴侶だったトマス・ファウラーが残された。ありがとうございます。